竜下は大阪府八尾市内の一地域。かつては中郷地群に属する独立した町であった。八尾市の西側に位置し、大まかには国道25号を中心に JR 山戸寺線と平野川に囲まれた地域である。具体的には、神武町の一部、南、旧宝寺の一部、渋川町の一部、安中町、陽光園の一部、明美町の一部、 南本町の一部、高見町の一部、明野町、亀井町、北亀井町、龍下町、後部本町、後部北の町、春日町、大志堂、東、大志、上松町、長畑町、相生町、竹淵西、竹淵、竹淵東、南亀井町、後部南の町、南大志堂、南上松町の各地域に該当する。 元は小山戸川と平野川に挟まれた地を指し、立花島とも呼ばれた。地名の由来は二節あり、一つは奈良時代に創建された龍下寺によるもの。立花の別称は龍下を立花と表記したことに起因するとも言われる。もう一つは754年に風雨が収まるように山和川へ串毛と立花を流したところ。 立花が当地で止まったことによるもの。古代、アスカ時代以前は、山和朝廷の中枢部に影響力を維持していた、豪族、物のノベ市の拠点の一部であり、物のノベ森屋はここで、蘇我馬子、馬屋と王子らと合戦を行い破れ去っている。森屋の墓がこの地に残っている。その頃にはすでに、何和とアスカを結ぶ渋川道が設置され、交通の中継点であった。 立令政制,制定以降は、川地国渋川郡に属する。769年に、聖徳天皇が、西京吉吉の宮に、行行の際、龍下寺に参詣されたとされるが、現在は、廃寺となっており、安中小学校庭に、龍下寺史碑が建てられている。中世以降、奈良海道周辺を中心に、亀井、大志堂上松などの集落が形成されるようになる。 亀井は近世を通じて、行政上は市村として扱われていたが、実際には、領主別に亀井、東亀井、西亀井に散分されていた。1704年の大和川の付け替え後に、旧川床は、神殿開発され、安中神殿が成立した。神殿や低湿地の土をかき上げた半田において、面作が後半に行われるようになった。 国道25号沿いに発達した東西に細長い地域である。国道沿いは商業地、国道の少し北側の旧街道沿いには古い民家が多い。地域全体に小規模の工場が散在しているが一部は規模の大きな工業地となっている。流下町自体は旧流下草社場跡地の再開発によってできた新しい地域である。地域北では 長瀬川が流れる。かつての旧法寺川であり、大和川付け替え後に、伊地川水寺となった長瀬川の沿岸部、JR 八尾駅付近は、安中神殿だった地域である。地域南には、平野川が流れる。当地内ではかつて、流毛川、両位川とも呼ばれた。道路鉄道路線バス JR 関西本線の北側に位置し、旧旧法寺川河川湯川。 安中神殿、その北側は上松村の飛び地であった。近代以降は、大技安中となり、八尾市政施行以後の区画整理や住所表記変更で、複雑に分かれ、旧八尾町との町境は、判別困難である。主な施設、旧石この地域は、大阪中央環状線より西側に位置し、亀井西交差点と平野川の間で、八尾市と接しているものの、 周囲を大阪市平野区に囲まれており、八尾市の飛び地に近い状態となっている。この地域は NTT 固定電話が八尾 MA でなく大阪 MA となっている。路線バスも八尾市中心部と結ぶものは存在せず、隣接する地域に発着する大阪シティバスが利用できる状況にある。鉄道は平野区の上駅の方が近い地域になる。 竹淵と竹淵西の間には、半和貨物船跡の森土があり低く狭い立体、交差が残っている。歴史的経緯により市町村制止工事に、竜下村に属し、現在は、八尾市の一部となった。最西端は、平野里に接しており、看護跡の一部が、市境となっている。なお、竹淵は、住所表記では、竹淵と読むが、昔は、タコ地と読んでいた。 竹淵小学校も、他骨小学校と読む。主な施設、旧石市役所竹淵出張所、竹淵小見泉古来、この地に、物のべ市の別業があったとされ、物のべ森屋戦士後は、蘇我市や四天王寺寮となっていた。中世には、幾度か戦場となっている。近世以降は、奈良街道の通過点として栄え、現在は、商店や住宅が立ち並ぶ。 北亀井町周辺は規模の大きい工場、事業所が多い。主な施設、旧石流下交差点 JR 旧法寺駅の南側、かつての流下操車場跡地を再開発してできた新しい地域である。かつての住所表記は、西側が大和亀,亀井、東側は大和渋川であった。流下町交差点周辺に高層マンションや商業施設が立ち並ぶが、 西側は未だ開発途上である。主な施設、旧石大指道交差点国道二十五号と、旧大阪中央環状線が交わる、大指道交差点を中心とする地域であり、表通りから少し入ると、住宅地となっている。交差点の少し西には、物ノノベモリヤの墓があり、さらに西には、聖徳大使ゆかりの大政将軍寺がある。交差点の南西にはかつて、 八尾し立病院があり、現在は、流下町に移転し、2008年現在、跡地は、さら地となっている。主な施設、旧跡主な施設、旧跡市役所流下出張所、流下小見線り下村に関するカテゴリー、りゅ町に関するカテゴリー。ありがとうございます。